Welcome to the Chowpy Channel! GR コンサルタントの山岡です。GR コンサルタントの国沢です。今回はこちらのヤリス、はい、大人気のヤリスに GR パーツを装着した車両としてご紹介したいと思います。カラーの方はホワイト、パール、クリスタルシャイン、そしてグレードの方は Z グレードとなっております。では早速ご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。それでは GR パーツのご紹介をいたします。まずはご覧ください。非常に人気の高いヤリス、運転のしやすさは今までのコンパクト車にはなかった走行性能が備わっています。実際に走ってみるとなんだか運転が上手くなったように感じました。そんなヤリスにデザイン性と機能性を高めるアイテムとして GR パーツをご紹介します。まずはエアロパーツ、フロント、サイド、リア、よりヤリスの走行安定性をさらに向上させるよう追求して設計されたパーツです。艶消しブラックのエアロパーツを装着することでヤリスがよりワイドに、また低重心に見えませんか。こちらのパーツは走行安定性を飛躍的に向上してくれるパーツで、走行時における前方からの風をフロントスポイラーでしっかり受け止めて車両側面サイドスカートへ流す、そしてリアサイドスポイラーからきれいに風を車両から剥がします。走行安定性が増すことで安全にヤリスの運転を楽しめますね。また最低地上高はフロントで約 16.5cm、 フロントサイドで約 15.5cm と標準より約 2cm 下がっています。多少の注意は必要ですが、見た目と機能性を兼ね備えたらこちらのエアロパーツをぜひご検討よろしくお願いします。続きましては車両の前後左右に装着されているエアロタービュレーターです。こちらのパーツは直進安定性に加え、コーナーリング時に曲がる時にも効果を発揮、高速道路や山道ではもちろん、幹線道路などのカーブでも安定したハンドル操作が得られる、安全にかつ楽しく走行していただけますよ。ちなみにこちらのパーツはゴム製でできており安全性も高いですね。続きましてはアルミホイール、こちらのヤリス Z グレードは標準で15インチのホイールが装着されていますが、今回は16インチへ変更。その製法は鍛造と言われるものです。この鍛造は強度が高い、軽量化が可能、乗り心地の向上というメリットがございます。人で例えると高性能スポーツシューズを履いた時のように足元が軽くなり動きも軽くなるという、そんな効果が得られます。最近では乗り心地の向上から高級車への標準装着が徐々に浸透してきています。マットブラック塗装のホイールがエアロとマッチし、よりスタイリッシュな印象にも変身。最後にスポーツサイドバイザー、通常は雨よけとしてつける方が多いバイザーですが、さらに操縦安定性の向上にこだわったパーツです。しかも時速20キロでもその効果を発揮します。段差が多い道路の走行でも小刻みなハンドル操作が少なくなり、また段差を越える時の衝撃も少なくなります。いかがでしたか。はい、ヤリスを購入検討されているお客様、ぜひこちらの GR パーツをご一緒に検討くださいませ。すでにヤリスにお乗りいただいているお客様も取り付け可能となっております。実際の展示車両は、はい、GR ガレージ
チャウピーなら富ヶ丘に展示してございます。ヤリスの車内空間も同時にご覧になってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。